はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。田田翼ですこのチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、戦略のフレームをご紹介します。名前はベーシックスと言います。これは私はすごく重宝している、まあ、仕事でよく使っている戦略のフレームなので、この場で皆さんにも共有したいと思い、紹介をさせてください。 戦略のベーシックスどんなものでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日は戦略のフレームについてです。皆さんは普段何かお仕事でフレームワークフレームワークを使う機会はあるでしょうか。例えば戦略だと S.T.P. がありますし、マーケティングで有名なものは 4P のようないろいろな戦略フレームがあるかなと思います。今日ご紹介したいのは戦略ベーシックスというものです。 このベーシックスはおそらく聞きなじみのない方もいらっしゃるのではないかなと思いますでこのベーシックスなんですけれども、えー、っと私が普段の仕事特にこう事業とかプロダクトマーケティングの戦略を作る時にすごく重宝しているフレームになりますどんな場面で使っているかというともう本当に戦略を作る時の上流から下流までにおいて一貫して使えるんですねで上流というのはまずは戦略を作るためには現状分析からが 大事です現状を把握して特に何が問題になっているのかそこからどんな課題に落とし込んでいくかという現状把握まあ、現状分析をして本当に目の前の現実を直視するこれがすごく戦略を作る上では最初に大事なフェーズになりますで、この時に情報を整理するためには戦略ベーシックスこれ後ほどご紹介しますが5つのあの項目があるんですねでその5つの項目に沿って今現状どうなっているのかどこに問題があるのかどこを解決するために課題に落とし込まなければいけないのか これそのるとの戦略を作るそして戦略を実行するフェーズにおいても戦略ベーシックスに沿ってちゃんとこう戦略が一貫して回っているかこれを見るために戦略ベーシックスを使っています、はい、えではここまで見てきた戦略ベーシックスとはもう少し、えー、何かについて掘り下げてみていきましょう戦略ベーシックスというのは5つの頭文字から成り立っています で5つのいいのは B、A、S、C、もう1つ S になりますで。それぞれ何かなんですけれども、B というのはバトルフィールドを指していて、市場ですね。バトルフィールドを直訳すると戦場になるんですけれども、えーと、事業とかマーケティングにおいては、どこの市場に参入しているか、これを見るのが B、戦場になりますで。次の A と S、2つセットで考えるといいんですけれども、A というのはアセット、独自資源になります。で次の S、これはストレングスで強みです。 でベーシックスでは A と S を独自資源と強みという、まあ、2つに分けて考えることが重要になっているんですけれども2つはセットになっているのはなぜかというとまず後者の S 強みなんですがこれは何が差別化されているかですあなたが扱っている商品サービスにおける強み強みとは顧客の目線で言えば選ぶ理由どこに提供価値があるかなんですけれどもそれを S になりますで A というのは独自資源なんですけれども この S、強み、提供価値を実現するためにどんな独自資源を持っているかノウハウとか資産になりますね。これが独自資源です。はい、で4つ目の要素は C なんですけれどもこれはカスタマー顧客になります。ターゲット顧客が誰かですね。で最後の S というのはこれはこの戦略ベーシックスでユニークなところだと思っているんですけれども5つ目に S というのはセリングメッセージの S になります。つまり売り文句ですね。 ここまで見てきたどの戦場でどういった独自資源を生かして強みを実現してそれをターゲット客に届けるか最後に価値をしっかりと伝える必要があるここを意識するためにも売り文句、まあ、セリングメッセージがついているんです裏を返せばいかにターゲットを絞って強みを実現できている状態レディーになったとしてもそれをちゃんとその人に適切に伝えなければそれは届かないんですよねしたがってしっかりと戦略の段階からどういった売り文句をつ するかここはマーケティングでのコミュニケーションメディアコミュニケーションに直結していくんですけれども売り文句をつけていますでこのように戦場独自資源強み顧客売り文句というものが一貫しているかそして具体的に連動しているかどうかこれを整合性を持って5つの視点からチェックできるこの使いやすさに戦略ベーシックス複雑でもないしかといって単純すぎることもない、まあ、程よくあの要素が解像度がなって流度が 粒度の大きさがなっているこれが戦略ベーシックスになりますで。ここまでいくと5つを当てはめるのはすごく簡単なようにも聞こえるかもしれませんが、実はそうではないんですよね。例えば市場をこう設定しているのに、そこで求められて顧客から求められているニーズと違うことを強みとして打ち出そうとしている。あるいは強みがこうなんだけれども、それをしっかりと伝えるためのセリングメッセージが十分ではなくて、単に商品のスペックとか機能をだ訴えているだけで、顧客視点で何が…こう 提供価値ににななってていいいるのかに変換されていないこうした売り文句があるこのように5つの中での整合性が取れていないというのは本当にあの起こりやすいことなんですだからこそこの「戦略ベーシックス」というフレームを使ってしっかりと現状把握から実行プランそして実行プランを評価する時までもこの5つの観点から何ができて何が機能しなかったのかこれを振り返るという意味でも戦略ベーシックスというのはすごくあの 有効だと思いますし私もあの仕事でもそうなんですけれどもこれは詳しくは触れませんが自分のキャリアを考える上でも自分の戦場はどこか自分が持っている独自資源専門スキルですよね専門スキルは何かそしてそこから提供できている一緒に働く人あるいはお客さんへの自分からの価値強みは何かそれを強みを端的に説明するような自分を 自己紹介のワードとしてて文句を持っているかこうした自己を自分の個人のキャリアにも生かすことができるかなり幅広い使い方ができるものが戦略ベーシックスなんですなのでぜひあの戦略ベーシックス BASICS と小文字の i が S と C の間に入るんですけれどもぜひ興味のある方はあの調べていただくといろいろ出てくるかなと思いますぜひあの何か今回の話があなたのお仕事とか キャリアに参考になるなりそうこう意味があったなと思ってもらえれば嬉しく思いますはい今回も気長なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございましたこのチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています次回もぜひ聞いてみてくださいまたチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなりますまだの方はぜひチャンネル登録フォローをよろしくお願いします それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。